の小倉です。はい、どうも坂田です。今回はですね、はい、肩関節周囲炎のアプローチはい、ということでね、はい、久しぶりにね、はい、ちょっとこう症例に対する、まあ、ちょっと治療に結構寄ってる。そうですね、まあなんか肩の痛みの質問が多かったんで、うん、うん、そうですね、はい、それにちょっと答えようかなと思います。はい、ということで、はい、どうですか肩関節周囲炎。あ、やっぱ多いですよ。で、その大なり小なり、すごいやっぱ拘縮強い人もいるし、はい、なんかこう動くけど痛いんだよねっていう人もいるので、肩関節周囲炎っていうものがどういうものか分かってると未然に防げるし、まあそういうガチガチな人が来ても慌てず対処ができるというような感じ。やっぱりね、トレーナーとしてね、まあ、線引きをする上でもこういうの知っとくといいんじゃないかな。そうですね、よく肩関節周囲炎が一瞬で治るいるじゃないですか。まあ、たまにそういうなんかインスタの広告とかね、見ますね。もうね、あれはね、あの本当重度の人見てる、はい、僕らからすると、はい、いやそれはないよと、ね、はい、のもあるので、まあ、そういったところもこう坂田さんに解説そう、あの一瞬で変わる人っていうのはどっちかというと防御性収縮です。だから本当に固まってない関節包とかの拘縮がない人は可動域大幅に変わります。でも痛いから自分でこう要は防御して上がらない、うん、これ以上上がると痛いんです、うん、けどその周りの緊張を取ってあげると、はい、あれってなる人っていうのは固まってないですよ。本当の拘縮の人ってもう絶対動かない、はい、組織的に固まってはない。そうですね、はい、だから本当の肩関節周囲炎っていうのはもうめちゃくちゃ本当ひどいんで、僕はもうそういう病院にいましたので、はい、もう麻酔かけて先生が無理やりマニピュレーションを動かして動く、まあ、その辺の僕らでもやれそうなアプローチというところをちょっと紹介していただきたいと思いますの で、はい、続くの動画をご覧ください。どうぞ。はい、ちょっとここでね、宣伝を挟ませてください。健康 TV 公式 LINE ができました。公式 LINE できたといっても、ね、はい、登録するメリットがないといけないなと思うんですけども、ちょっとその辺のメリットを、はい、公式 LINE では、はい、公式 LINE 限定のマニアックな動画だったりとかラジオですね、はい、こちらの方を配信していく予定になってます。ちょっとね、こう YouTube だとあんまり人気の出ないようなより専門性の高いところだったりとか、うん、そういうのを配信していきたいなと思ってます、はい、あとセミナーの、ね、セミナーね、情報だったりとかも、はい、いち早くお届けしていくので、ぜひね、概要欄のリンクの方から登録お願いします。そして健康 TV ワンナップアカデミー、ワンランクの一皮抜けたズル向け運動指導者になろうと、はい、そうですね、ユースアカデミーが、はい、12月からスタートして、まあ、今月から3ヶ月目に突入するわけなんですけれども、はい、今月から評価改善編、はい、これが始まります。2月入った人は前のも見れるんですか。見れます。前の動画は原理原則編だったんですけども、はい、こちらプラスそれを元にした評価から改善まで、うん、じゃあもう安心ですねっていうところが見れるので、はい、ちょっと入るのを待ってたよっていう方、ぜひこちらも概要欄、そして公式 LINE の方からも、ね、詳しい情報がもらえますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは次の動画をご覧ください。どうぞ。はい、お願いします。はい、以前ね、動画でも出したと思うんですけど、はい、最初はね、もうひたすらね、この動きやるんですよ。挙上。うん、挙上すると要は肩峰の下を骨頭がくぐるじゃないですか、はいはい、これを促せるんですよ。なんでその肩峰の下を骨頭がくぐっていくっていう動きの学習と、痛みが少ないポジション軽度外転で動くんで、その拘縮がある人でも結構できる。でその要は拘縮があると関節包が縮むんで関節液の動きがなくなるんですよ。で関節液、その関節液の動きがあることで動くんで、関節液の動きを出してあげるプラス動かすことでその循環をして、その要は炎症して汚れている関節液を循環させる、新しいものが控えてあげると炎症が収まって関節包がまた柔らかくなって動き出すんで、まずこれを、ね、しっかりやるっていうのが鉄則です。簡単です。軽く上腕骨を上から押さえて挙上化性を繰り返していくだけ。患者さんと喋りながら5分ぐらいやるんですよ。5分。はい。結構やります、ね。結構やります。だってもう本当の周囲炎でめちゃくちゃ痛い炎症で触れないですから。ああ、はい。こういうことしかできない。下手じゃこれもできない。これも痛い。これでも痛い。でできるやったら、そのまずは肩甲骨のモビライゼーション。の動きに肩甲骨も足してくる。そうです。で肩甲骨を最初動かさないのって骨頭の下くぐらせたいからです。肩甲骨一緒動かしたらくぐらない。そう、くぐらないから。これはあくまでも肩甲骨のモビリティでしょ。
標準化成、内定、外定、内定、外定、内定化成、内定化成。で、痛みが減ってきたら、肩を耳に近づけるぐらい動かします。で、挙上の最後って内転が入るんですよ、肩甲骨。しっかり内転も入れてあげる。でね、これだけでも、ね、可動域って変わるんですよ。おー、上げやすい。そう。なんで、その肩甲骨を、まあ、侮っちゃいけない。この動きっていうのはめちゃくちゃ肩強調して大事です。意外と動いてないってことですよ。意外と動いてないです。で、大体やっぱそういう人が肩痛める。経過的にね。そうです。要はその健康上腕リズムってあるじゃないですか、はい、2対1、うん、で1、2に対して1は肩甲骨動いてるんですから、そういうことですよね、はい、それ 0.5 しか動いてない、そう、そうすると肩が動きすぎるから結構痛くなる、そうです、オーバーモビリティでしょ、うん、で肩痛めるんで、やっぱこの肩甲骨の動きってめちゃくちゃ大事なんですよ。で肩が痛くて動かせません、拘縮してますっていう時はひたすら肩甲骨やった方がいいですよ。なるほど、はい、で夜間痛が取れました、痛みが減った、でも動きが出ませんっていう風になって初めて肩を動かせばいい、うん、痛みがある時は肩を動かしちゃダメですから、まずは炎症と思うよ、そうそう、痛いのに後方に回すとかって最悪っすからね、めちゃくちゃ痛いですから、傷口に塩塗るみたいな、そうですそうです、で痛みがある時はもう痛み出ないように動かす、なるほど、はい、で今までやってるような 1B 抑制とか使って緊張を落としてあげて少しでも圧が下がる、関節内圧が下がるようにしてあげればもう OK ですから、これがまためちゃくちゃ大事、はい、もう一度おさらいすると肩甲の下を上腕骨がくぐるように挙上化成を繰り返す、次は肩甲骨をしっかり動かして肩甲骨の制限を取ってあげる、で痛みが取れて初めて肩甲上腕関節にアプローチしていきましょう。まずは絶対必ずこれを痛みがあるうちはひたすら、痛みが出ないってことが一番大事ですから、痛みが出るってことはさらに炎症を引き起こすので、それは絶対しないようにしましょう。 OK でしょうか、はい、はい、はい、という感じで肩関節症の人に対する、はい、まあ、初期って言っていいんですか、これは初期です、初期です、初期っていうか炎症期、まあ、炎症期に対する、アプローチを紹介させてもらいましたと、うん、ということで、まあ、まずはそんなに肩を動かすなど、はい、動かさない中でやれることをやっていこうと、はい、ですけども、やっぱトレーナーとして治療家としては、まあ、肩元気になるところまで応援したいなという気持ちはあるじゃないですか、うん、確かに、はい、ね、痛い時に動かさない、はい、で動かさない中で肩甲骨を動かすとかやったと、で、まあ、そのうち、ね、あ、なんかだいぶ良くなってきましたと、うん、まあ、なんかちょっと違和感はあるっすけどっていうぐらいになった時に、はい、じゃあ次どうしていいんやっていう、そうですね、話ですよね、はい、まあ、そういうのも知りたいですよね、そうですね、どうしたいですか、これやっぱちょっとこう結構まあ2ランクぐらい上になっちゃうんですよね、そうですね、レベル的に言うと、はいはい、2ランクいやらしいねいやらしいなっちゃうんで、これ2ランク上の情報に関しては、はいはい、健康 TV の公式 LINE があるんですよ ね、 すね、やっぱね、いいんですよ、 YouTube で流してもいいんですけど、はい、やっぱり真剣に見てもらいたいってことはちょっと一手間ね、そう、ちょっとこのそれでも見たい、登録するっていう手間、それでも見たいっていう人にちょっと届けたいなっていうところで、はい、まあ、そのお金がかかるわけじゃないから、ね、僕らのものかからない無料なんで、はい、ただちょっと皆さんの熱量を試したいので、はい、公式 LINE で、公式 LINE でちょっとお流ししますので、うん、ぜひ公式 LINE の登録を概要欄からできますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。